練習お疲れ様でした。ちょっと小腹が空いて、うん、まあ、ゴルフ以外の、ゴルフ以外の、はい、なんかプライベートとかについてもちょっとお話聞きたいなと思うんですけど、うん、趣味とか特技はありますか？人と話すこと。趣味。でもそれはなんとなく伝わってきてる。分かる。話すのはめっちゃ好きなんですよ、うん、とにかく楽しいもん、ね、人が好き、うん、人が一人になる時間が嫌い。時間もいらない。へえ。でもゴルフって一人で一応やるスポーツじゃないですか。そことはまた別なんだ。だから向いてないですよね。まあゴルフしてる時はやっぱ集中してるし、うん、なんか自分の世界みたいなのがあるから、まあ、しゃべるんですけど、なんかわーみたいにはならないけど、うんうん、終わったりしたら、うん、帰って地元の友達と会うとか、うん、ご飯行くだけでもやっぱゴルフと全く関係ない話とかをするのが好きです。ゴルフの話をするのも好きなんですけど、うんうん、ゴルファーのことはゴルフの話をするんですけど、あ、そうなんだ。それはそれで盛り上がるんですけど、やっぱそれ以外の話とかも何でも好きです。え、お家は今実家、実家です。ですか。じゃあ家族ともすごい喋ってる。めっちゃ喋ります。真ん中は今一人暮らししてるんでいないんですけど、うん、一番下は9歳なので。何人兄弟ですか？3姉妹。え、じゃあ妹9歳。9歳。めっちゃ可愛いじゃないですか。今日学校行きました。え、可愛い、うん、日に日にでかくなっちゃった。大丈夫メイみたいな、大きくなりすぎじゃないみたいなところあります。ちょっと憎たらしいですね。あ、いや、妹だから。そう、私のことをめっちゃ舐めてて、うん、真ん中のことをめっちゃ怖がってるんですよ。そうなんだ。真ん中にはすごい従うくせに私にはすごい反抗してくるから。そんな離れてる子がいたらもうなんかね、何でもしてあげたくなっちゃいそう。いや、絶対しないですけどね。なんか基本あんまり、でも私思うんですけど、人に何かしてあげるのあんま好きじゃない。ないんですよ、うん、自分がされるのが好きだから。プレゼントあげたりするの全然好きじゃないんだけど、うん、もらうのは好き。もらうのはめっちゃ好き。それ結構みんな、そうそう、私もそうだけど、ファンの人からいっぱいもらうんじゃないの。あ、そうです、ね、めっちゃ嬉しい。嬉しい、ね、でもなんかそこはもう仕事だから、うん、ファンの人たちにはやっぱりプレーでって思う、うん、それはそうだね。確かに、もうそれぞ、ね、そうだね、スポーツマンですよ。してあげたいっていうのはなんかちょっとこう上からだからあれですけど、うん、返したいなって思う、うん、あります。やっぱり、うん、目標というか、うん、選手としての、うん、は何ですか？どうでしょう、こう大きな目標でいったら賞金女王になりたい、日本の、うんうん、同い年の子が賞金女王争いとかしてるんで、ちょっとあれですけど、渋野日向子ちゃんみたいにあれだけ周りにも愛されて、うん、っていう選手になれたら最高ですね、うん、とは思います。小さな目標としてはツアーシードを目標に優勝を目指して戦うことが大事かなと、うんうん、予選通過を目標にしたらシードは取れない絶対、うん、運で、うん、ここまで来てるので、本当に本当に、なんか実力もあるよ、うん、なんかステップの結果、まあす、まあ、実力もなくはないんだろうけど、そのステップの結果だけをパッと見たときに賞金ランキング14位、なんかこうスタッツ見てもどのスタッツがこうすごくいいとか、飛び抜けていいものもなければ、なんなら飛び抜けて悪いものたくさんある中で、アナ優勝できました、うんうん、で、その優勝ができたからプロテストに落っこちても QT 受けれました、うん、もうここがもう運なんですよ、うん、優勝争い1年間に1回しかしてない。で、1回はもう棚からぼさもちぐらいのラッキーな、なんか3位とかトップ10、トップ10入りがまず2回、そのうちの1回が棚ぼた、そのうちの1回が初めての優勝争いで優勝。もうこれはなんであの子が勝てるんだろうって多分思うぐらいの、結果として見たらっていう結果なんです。トップ10 2回しかないのに1回優勝してるの、うん、運でプロテストミスしても QT 受けれました、
もう9点にいること自体がそもそも運がいい、運よく優勝なんてしてしまった時にはああ本当運だけで来てるなとは思うから、本当にまあでもそんなにフラッツは甘くないし、まだまだ自分の実力が足りてないことも明確に分かってるので、まあ1年間でシードも正直すごい厳しい目標設定だと思うんですよね。優勝なんて持ってのほかぐらい厳しい目標設定だと思うので、ただでもその目標設定をクリアするためにオフの3ヶ月もうちょっと頑張って、だから試合中にも勉強して成長していけたらいいなっていう感じです。あのゆうなちゃんの面白いところをめっちゃ引き出そうと思ってたんですけど、うんうん、結構真面目な話だった、いい話が聞けたんで、うん、ちょっとなんか今うんで満足してる、うん、なんか例えばなんか他に、あ、でもね、カラオケ好きっすよ、めっちゃ。あ、カラオケ？うん。お箱？あのね、人になんかお箱、自分がこう、うん、これを絶対歌うって曲はそんなにないんですよ。あ、うん、そうなんだ。そう、行く人によって決めたりする。うん、じゃあ結構音楽聴くの好きなんですか？日本語の歌はめっちゃ好きです。うん、洋楽は絶対聴かない。あ、そうなんだ。ほぼほぼ。例えばその試合に行く前に絶対聴く音楽とか。絶対聴く音楽も決まってないけど。あ、そうなんだ。好きなじゃあアーティストは？最近はヒゲダンめっちゃ好きです、うん、カラオケめっちゃ好きで、うん、歌歌うってなったら聴、うん、く曲と歌う曲違う。ヒゲダン難しいもんね。ヒゲダン男の人の歌は結構低いから、うんうん、ミスチルとかも聴くんですけど、うん、低いから、うん、歌うのは何が多い？歌うのはアイコとか、うん、最近はあいみょん、うん、あいみょん、いきものがかり、西野かな、浜崎あゆみの歌、うん、1曲しか知らないっていうか、まあ、聴いたことあるなみたいな曲が1個何個かあるけど、まあ、世代的にちょっと、ね、あまり知らない、まあうん、けどブルーバードあるじゃないですか、うん、あれめちゃめちゃ評判いい、歌うそうなんだ、点数めっちゃいいし、歌うまいんだ下手とは言われたことない、うまいって自分で言うのは違うけど、そんなにあれだけど、ゴルフとカラオケ比例してるらしい。え、どういうことですか？歌うまいとみんな、そう、ゴルフうまい、でもプロゴルファーの子ってめっちゃ他のね、カラオケうまい子めちゃめちゃ多い。へぇ、比例嫌いじゃない、全然歌うのはめっちゃ好き。へぇ、ちょっと車移動ずっと、ちょっと今度カラオケ密着させて、そうそう、今度聞かせて楽しみにしてます。じゃあ、うん、今日の密着はとりあえずここまでということで、ありがとうございました。次回はカラオケ検証とさせていただきたいと思いますじゃあ、高木ゆなちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こんな声量じゃないよ、でも普段は、うん、いいよ、声量出しても唇の熱が溜めた涙で見える。今日まだ今予想行きでこれやからね。でもさ、みんなこうやって時間潰してるはず、運転してる時、一人カラオケ、うん、一人カラオケ、うん、だって運転距離すごいでしょ、移動時間が長いから。うん、遠征も車で行く派？車で行く派です。全部荷物積んどけるもんね。はい、忘れ物多いんで私車で行く派ですね。いたとしても離れ離れじゃないんだから、私はこうして、この私あの音楽の日本の曲のなんか C メロっていうんですか、このなんかサビじゃない部分のそのめっちゃ好きなんですよ、 C メロがめちゃめちゃなるほど、C メロ好きなんですね。はい、何でもいいんですけど、そう、 C メロがめっちゃ好き、うん、最後のサビに行く手前のその、うん、ちょっと落ちサビの前の、そうです、一回見なんか歌も落ち着きながらもうめちゃいいこと言ってるみたいな、うん、めっちゃおもろいめっちゃいいこと言ってるこの歌詞みたいなのがいい、うん、歌詞めっちゃ気にするタイプまあなんか、あ、でもその好き嫌いは結構曲で決まるんですけど、うん、あ、聞きやすいとか、あ、これちょっともう一回聞きたいなみたいなとか曲で決まるんですけど、うん、その後に歌詞ですかね、うん、歌
歌詞から見ていい歌詞だなっていうのもあるけど、私ねあれなんですよ、だからゆうすけとか、うん、あのアクアタイムズ の、 あの等身大のラブソングあるじゃないですか、うん、等身大のラブソングとゆうすけ、うん、あんな曲が書ける人がいるんだったらそういう人と付き合いたいめっちゃ面白い。え、もうそんなもうって思いません？めちゃゆうすけの曲とかマジいいっす。どういうフレーズが好きなの？え、ベイビーベイビー知ってます？ゆうすけの。え、わかんないな。なんかあれです、え、ちょっと歌って。田舎直りするくせになんだかんだ続いたお前との喧嘩が絶えない。めっちゃ良くないですか？もうまずここがいい、この音程もまずいい、かわいい、このテンポもいい、うん、お前がおらんと何もできん昨日の所数。え、最高と思う、もう最高もう最高。いいのかと本気まじり聞かれたあの夜、まなだなんて強かったけどアホか。さっき密着終わったはずなのに楽しすぎて延長って言ってたんか一生ついてこい、どんな辛い時でも苦しくても俺たちならいけるはず。いつか呼ぼう呼ぼうのジジババなんてもうずっとずっと好きだぞ、愛してんぞ俺にはお前しかいねえ。よくこんなこと言えたなと思いません？かわいい、超いいですよねめっちゃ女子やねん。え、そうマジでいいユウスケと結婚したいもんしたけど、かわいい、かわいい、乙女にずっといる。でもこの歌のマジいいとこはまだこれから、最後の最後だ。あー、Cメロ、え、Cメロ最後サビ、あ、最後サビなんだ、はい、Cメロじゃないんだ。俺の遺伝子終わった次第、それはお前しかいない。Cメロ、Cメロきます。おらんとできんこと、ゆっくりエロ本読める。ま、わかるじゃないですかこれも耳かき得意のギャグ、お前と俺の二人だからできること、それはただ笑える未来の。次ね、ここビッグなベイビーベイベー、一緒に作るぞ二人で並んで、ビデオ回して小さな手握りしめ、ここです。ポイで生まれたとしたら、言うぜママみたいな女になれたら、いくたくましくあれ、もしもベイビーボーイが生まれたとしたら、言うぜママみたいな女くどけ、これだけは間違いねえ。そんなこと言われたくないですか女の子だったらママみたいに可愛くたくましくあれみたいな、男の子だったらママみたいな女口説いたら間違いないからみたいな。いや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 、よう言えたな最高と思いません？やばくない？ちょっとわかる、えみたいな、天才なのと思っちゃう。いい歌詞、いい歌詞、いい歌詞。え、こんなこと言われるような女性になりたい、私は。あーね、うん、私もなりたい。え、こんなこと、ね、そう、愛されせすぎでしょ、うん、やばくない？やばい、やばい、この歌はマジでえぐい。今日はここまで。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。番組では公式インスタグラムもやってます。皆さんぜひぜひフォローしてください。こちらスキャンしてください。それではまた明日もお会いしましょう。バイバーイ。